モーニング娘。の元リーダー新垣梨沙、29、が5日、ブログを更新し、2016年に結婚した舞台俳優の小谷海智、35、と離婚したことを明かした。小谷もブログで明かした。新垣は、小谷海智さんと離婚したことは報告しますとし、1年6ヶ月の短い結婚生活ではありましたが、話し合いの中で二人別々の道を歩んで行った方がお互いのためであるという結論に至りましたと記した。明確な理由は示していない。また、お祝いをしてくださった方々、支えてくださった方々にご心配をおかけすることになってしまい、大変申し訳なく思っておりますと謝罪の意も表した。小谷のブログにもほぼ同一の内容の文章が掲載された。二人は2013年の舞台、絶対彼氏で共演したことがきっかけで交際に発展、16年7月に結婚した。